本日は日本の内閣総理大臣の岸田さんに密着していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の仕事はね、新しい税金を作りまくって日本の国民の皆さんからお金を奪い取ることが仕事です。いつも散歩しながら新しい税金はないかと考えながら歩いています。あ、そうなんですね。では本日は密着よろしくお願いします。お願いします。何に税金をかけましょうかね。あ、総理こんにちは。こんにちは。この辺はよく散歩されるんですか？私たち年寄りは散歩するくらいしか楽しみがないですからね。そうだ、いい税金を思いつきました。え、何ですか？歩行税です。歩けば歩く分だけ税金が取れる。そうすればお年寄りの散歩はもちろん、通勤や学校の歩く時などスポーツ選手、全ての国民から税金をがっぽり取れます。おばあちゃん、一日何歩ぐらい歩きますか？まあ、だいたい5000歩ぐらいじゃが。だったら1歩1円だとして 5000×30 日で月15万円は税金を取れる。いや、何を言ってるんじゃ総理。そんなことしたらわしら年寄りの楽しみがなくなるじゃろうが。何ですか、文句ですか？私は総理大臣ですよ。文句税を取ってもいいんですよ。いや、ちょっと勘弁してくれよ。いや、おばちゃん大丈夫ですよ。歩くのがダメだったら歩く前進すればね、税金かかんないんで。だったら歩く前進税を取る。税金と死からは逃れられないからな。お、ということはここから動いたらもう税金がかかるのか。どうすればいいんだ。いや、新しい税金を思いつくと気持ちがいいですね。そうですかね。よっしゃー、やったー、僕は天才だよっしゃー。どうしたんですか？今日算数のテストで100点取ったんだ。昨日徹夜で頑張ったんだよね。それは良かったね。いい税金を思いついたぞ。え、何ですか？テスト点数税だ。テストの点数かける1円で税金が発生するんだ。何それ？君は今回テストで100点を取ったから私に100円をあげなさい。なんで僕テストで頑張った上におじさんに100円あげないといけないんだよ。やだよ、やだ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 。どっか、お前の親だけ消費税 50% に増税してもいいんだぞ。そんな嫌だったら私に100円よこしなさい。そんなこと言われても。総理大臣にはそれぐらいの権力があるからな。ほら、100円出せ。ちょっと、あるじゃないか。先生頑張るんだな。ちょっと子供相手にやりすぎじゃないですかね。私はね、大人から子供までお金を絞り取るのが大好きなんだ。あ、そうですか。あ、大変です、あそこに人が倒れてます。知らない。知らないじゃなくて、早く行きましょう、助けましょう。ちょっと大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、大変です、呼吸してません。まずいな。いい税金を思いついたぞ。無呼吸税だ。呼吸していない時間1秒につき1円だ。またいい税金を思いついたぞ。1円、2円。ちょっと総理、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。ちょっと早く医者呼びましょう。やめろ。何ですか？今お金が発生してるんだ。いやいやいや、早く呼ばないと。あ、医者ですか？ちょっと早く来てください、医者。13、14円、15円。あ、どうしよう、どうしたらいいのこれ。お待たせいたしました、医者です。メガネをかけている。メガネ税？何なんですかこの人。イケメンだな。イケメン税？あ、気にしないでください。はい、大変だ、心肺停止している。心臓マッサージをお願いします。心臓マッサージ税？私は人工呼吸します。人工呼吸税？え、あ、そこの人 AED お願いします。 AED 税？ちょっとあなた、うるさいな。もうあっち行っててください。結構税金を取れたぞ。あ、ちょっと待ってくださいよ総理。え、あ、ちょっと、ちょっと総理、時と場合考えて行動してくださいよ。なんだお前、巨乳税も取るぞ。ちょっとやめてください。もう、なんだあそこに、昼間からサラリーマンがベンチで寝っ転がってるぞ。ちょっと行ってみるか。はい。けしからん。
よし、睡眠税も導入だ。睡眠税？大変、税金かかっちゃう。お兄さん、起きてください。ちょっと、お兄さん。なんすか？君は何時間寝ていたかね？まあ、だいたい2時間ぐらいですかね。じゃあ、1時間につき1000円だから、2時間で2000円もらう。はぁ？お前、そんな税金がお前通るわけねえだろ。そうですよ。それだったら、国会で寝てる議員とかからも、しっかり睡眠税取ってくださいね。国会議員は日々の激務で疲れているから、税金は取らない。いや、そんなのおかしいぜ！手合わせて踊れば明日もキラキラ晴れ渡る。夏の終わりに思い出す、みんな一緒に学る温度。